昔昔、ある山奥に小さな貧しい村があった。それは食うにもことかくほどの貧しさで、村人たちは3人目4人目の赤子が生まれると泣く泣く山に捨てるほどの貧しさじゃった。そのような時、村人たちは山の狐に赤子を取られたということにして、山にたくさんいる狐のことを小鳥狐と呼び習わしておったそうじゃ。そんな貧しい村の中でも、とりわけ貧しい一軒の家で4人目の赤子が生まれた。どうしたんじゃ、ママ食わんのか。とっとさ、おらの家にももうすぐ小鳥キツネが子を取りに来るんか。そんなことを心配しとったんか。そんなことありゃせん。キツネが取りに来てもおらとカカサで追っ払ってやるでな、カカサ。そうじゃともさ、心配せんと早お食べ。ああよかった。そんな子供たちにひもじい思いをさせまいと、夫婦は頑張って畑を一枚増やそうと、朝から晩まで休むことなく一生懸命働き続けた。じゃがある枯葉が舞い落ちる日、お母さん胸が。トトさん、日頃からそれほど体の強くなかったトトさは、毎日の無理がたたったのか突然死んでしもうた。カカサと4人の幼い子供たちが深い悲しみの中に残された。じゃがいつまでも泣き悲しんでいるわけにはいかなかった。カカサ、心配せんでもええ。オラがトトサの分まで働くからな。次の日からカカサは以前にも増して一人で頑張って働き続けた。3人の子供は家に置き、4人目の赤ん坊を背負って、父をやにながらの畑作りじゃった。一日の畑仕事を終えたカカサが芝を抱えて帰る、その道には大抵キツネが青い目でじっと見つめておった。やらんぞ、うちはこの子を山に捨てるようなことはせん。どんなことがあってもな。カカサは食わんのか。カカサはええ。カカサ、これ食え。カカサええんじゃ。それよりママ食ってはよ大きくなって一緒に働いてくれろ。その方がカカサは嬉しいんじゃ。そうは言ったものの、家の食べ物は減り続けた。できた。やっとのことで2枚目の畑を作り上げたカカサは、夕べの子供の気持ちが嬉しくて、しばらくぶりに子供らを風呂にでも入れてやろうと、いつもよりもたくさん芝を刈り集めた。あまり励んだのでカカサの背中が熱くなったのじゃろう。背中の赤子が泣き出した。
カカサが土の上へ寝かすと、赤子はやっと落ち着いて機嫌よう笑い出した。こうしてカカサの仕事ははかどった。担ぎきれんほどの芝の束がみるみるできていった。はよ帰って体を洗ってやろう。風呂じゃ風呂じゃ。どっこいしょ、さあ湯を沸かそう。みんなも手伝ってくれや。さあ久しぶりの風呂じゃ。どうした風呂じゃ。一体どうしたんじゃ。やや、キツネにやってしもうたんか。はあ、山のキツネにやってしもうたんか。いやいや、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 いやいや。ややを山に忘れてきたことに気づいたカカサはすぐに山に引き返そうと思ったのじゃったが、足が動かんかった。ややがいなければ畑仕事がはかどる、食いぶちも減る、暮らしも楽になる。そんな考えがふと頭に浮かんだ。いやいや、堪忍やで。カカサ、赤子を寝かした場所に着いたが、すでにややの姿は見えなかった。はあ、そしてそこには無残に狐の髪跡がついた背負いの帯が残っておった。いやいや、堪忍やで、堪忍やで、いやいや、堪忍やで。どのぐらい経ったか。雪はしんしんと降り続いておった。カカサはふと何かを聞いたような気がした。それは赤子の笑い声のように聞こえた。それは紛れもなくややの笑い声だった。あれはなんと、木切れ人形を口にくわえた狐がややの周りを跳ね回っておった。それは間違いなく山の狐がややをあやしている姿じゃった。1枚増えて2枚になった山の畑にはよくそばが実り、4人の子供を
植えさせずに育てることができた。それを見習って村の人たちも山に畑を作るようになり、村はだんだん豊かになっていったそうな。そしていつの間にか山に住む狐のことを小鳥狐と呼ぶ者はいなくなり、代わって子守狐と呼ぶようになったという。